サーブ32ランセンサーブ2千サーブ39グリッペンソブは、スウェーデンストックホルムに本拠を置き、世界60カ国以上で、バレンベリ家の投資会社であるインベストールが、株式の約3割を保有している。一般的に、サーブとして知られている自動車会社のサーブオートモービルは、当初は、ソブの自動車製造部門であった。その後、同部門は、ゼネラルモーターズ、 スパイカーカーズの参加企業として渡り歩き、2011年12月に破産しており、ソブとの間に直接の資本関係はなくなっている。1937年、スウェーデン軍向けの航空機の製造を目的に設置。社名はスウェンスコエリープラン AB、すなわちソブであった。第二次世界大戦中には軍用機を生産していたが、大戦後には自社製品を 多様化する必要に迫られ、1946年から自動車製造にも進出した。自動車部門であるサーブオートモービルは1989年から GM の出資を受け、2000年には完全子会社か、現在では祖父との直接の資本関係を持たない別会社となっている。民間機部門は1944年以来、 主に小型レシプロ及びターボプロップ機を生産しており、日本でも日本エアコミューターや北海道エアシステム、国土交通省などが340や2000シリーズを導入しているが、エンブライルやボンバルディア社などが参入した後の競争激化による収益性の悪化により民間機部門は廃止された。1967年にミサイル製造に進出、軍事用の通信機器や、 防空用のジラフレーダーを生産しているほか、自転車にそぶブランドをライセンスしている。1999年、軍事関連企業のセルシャス・エビーを買収合併。2014年6月、ドクティッセンクルップ・マリンシステムズの子会社、HDW からスウェーデンの丸目を本拠地とする、軍事造船企業コックムスを買収。これまでの空軍、陸軍向け兵器に加え、 海軍向けの兵器も取り扱う北欧随一の軍事コングロマリットとなった。売り上げのうち軍事防衛用途が約85%を占めており民間用は約15%である。地域別では売り上げの約半数がアメリカ合衆国向けでありアジア太平洋向けが24%スウェーデンを含むヨーロッパ向けは約14%となっている。日本では 東京に、ソブインターナショナル AB のオフィスを持つ。ありがとうございます。